東京アナウンス学院 TV! イエーイ！さすが、なると思います。はい、おはようございます。東京アナウンス学院 TV の時間でございます。総合 MC を今週もさせていただいております。桃園姫子と申します。よろしくお願いしまーす。失笑。はい、こちら、東京アナウンス学院 TV はですね、水曜日、木曜日、金曜日と3日間、朝の時間帯を使いまして、東京アナウンス学院にあります、各学科ごとに、水曜日でしたら、声優家さんとアナウンス家さんだったり、で、木曜日でしたら芸能バラエティ家さんだったり、で、金曜日だったら演技家さんだったりと、まあ、それぞれ、科ごとに分けて、特色出したコーナー出しつつ、情報なんかも発信しつつの、とても楽しいコーナー盛りだくさんでお送りしている番組でございます。そう、そんな水曜日今日は、もちろん、声優家さんからお二人来てくれております。はい。自己紹介お願いします。東京アナウンス学院放送制科2年の黒田ひとみです。よろしくお願いします。安定の可愛さですね。お願いします。ってね。これが素ですからね。羨ましくなっちゃいますね。今日は黒田ちゃんは道に迷わないで来れましたか？迷わなかったんです。はい。前回迷いながら来たんだよね。はい、前々回も迷いながら来てね。来ました。でも今日はおじさんに足を踏まれたんでしょ？電車でね。毎回生傷を増やしながらここに来てくださいますね。はい。頑張りましょう、今日も。はい。はい。そして、お隣じゃん。はい。東京アナウンス学院放送声優科2年の東谷瑞穂です。よろしくお願いします。素晴らしい、今日も素晴らしい活躍で。素晴らしい活躍です、東谷さん。さすがですね。今日も噛まないように何かトレーニングしながら来たんですか？そうですね。今日もハンカチは忘れてしまったんですけど、もういいや、誰も見てないと思って。口を隠さず。はい。電車の中で。あばばばばばばって。あばばばばって動かしながら来ちゃったんですね。あばばばばばって。でも、周りを見たら、はいはい。みんな、寝てたんです。あ、今だと。見てない、見てない、見てない。よし、あばばばばば。いや、絶対その中何人か薄めで見てるよ。あ、次気持ち悪いことしてんじゃんって。まあまあね、そうやって努力も買いも実って、今日もね、朝から素晴らしくハキハキとした感じでね。はい、もう何回目でございますかね。二人ずっともう陣取ってますね、この水曜日を。ボスなんじゃないんですよ、もしかして。あ、もう、みずほちゃんボスで。あ、みずほさんボスだったんですか？で動物園のゴリラ的存在です。そんなことないじゃない。そんなことないよ。ゴリラは電車でアバババって言わないよ。いっそゴリラより立ちが悪いよ。そんなことない、そんなことない。でもね、いや、さすがね、そんな、もう仲良し、小良しな二人ですけど、今日もね、対決とかもありますから、友情が壊れていく様をね、ぜひ見届けたいと思います。はい、そんな三人でお送りします。